もうなくなるかもしれん。こんばんは。今日の晩ご飯は蒙古タンメン。北極と悩んだんですけど、ショールームっていうかそのメイクしなきゃいけなかったので、あんま汗かけんなと思って中本にしました。こんばんはって何回も言いがちだよね。みんなに挨拶してます。みんなに、みんな来るタイミングはそれぞれなので。美味しかった。明日はきっと朝目がパツパツだと思います。でね、ちょうどご飯食べてる時にミッドサマー見てたんですよ。見始めて、ちょうど食べたタイミングで見始めて、まあ普通に見てたんですけど、あの食事中に見るものじゃなかった。うん、まだ開始そんな経ってないんですけど、ちょうどなんだろう、はっみたいなはっって感じのシーンになって、一気に味が分からなくなった。うん、そう、だ見たことある人は分かると思うんですけど、おいもちゃんもね途中までしかまだ見てないのであれなんですけど、結構グロいシーンで、いや全然グロいシーンはいいんですけど、おいもちゃんはあのさすがに何か目すすってる時に見るものじゃなかったな。うん、ちょっとびっくりしちゃった。全然なんか、なんだろう、見終わった後にいい気分で終わる映画ではない、いい意味でね、ではないっていうのは知ってたんですけど、そう、どんなのかは全然知らなかったのでちょっとなんかこれじゃなかったな、ご飯中はってなった。そう、一気にね、なんかそう、食欲がさってなったそんなことあるって感じなんですけど、そう、蒙古タンメンの色的にもやめてよそう、とりあえず一旦落ち着いて、そのシーンが終わってからあの食べました。でもちょいちょい出てきたけど、まあ、一回見たら慣れたからまあいいかって感じなんですけど、そう、一瞬ね蒙古タンメン食べる気失せた。しっかり食べ終わりました。でも、そう、なんでこれから、まあなんか割と最近その配信みたいな感じで始まったんですけど、見る方はご飯中は避けた方がいいと思います。それぐらいちょっとグロかったです。なんかグロいのにさっぱり映すから、なんかあれ、私のこのなんかグロいなと思う感覚間違ってるって思った一瞬ね。そう、9月22日からお芋のフラペチーノがスタバから出るってね、さっき見たなんかで、インスタかツイッターかわからないけど流れてきた。おいもちゃんね、フラペチーノってね、ほんと3口でもういらないやってなっちゃうんですよね。さっぱりしたやつならいいんですけど、まだ甘い中でもさっぱりよりならね飲めるけどね、なんか飽きちゃう。うん、もう満足しちゃう、もういいやって無理して飲んでもさ、もやもやするし胸焼けしちゃうからね。なんかいちごとかは飲めるけど、なんかそのちょっと甘酸っぱい系、甘いけどゴテゴテの甘さじゃないやつだったらね、いけるけどね、ちょっと飲んで後悔したくないので、多分
飲まないかな、わかんないけど、きっかけ次第です。月見しましたか？パイだけ食べた。バーガーは、まあ、気が向いたらとりあえず食べたかったのは月見パイなので、まあ、とりあえずそれは食べました。あと1回ぐらいは食べたいなって感じでもさ、おむちゃんもこういうのってもういつの間にか期間終わっちゃって、結局1回しかっていうこと多いから、まあ去年ねチーズ月見食べた気がする。美味しかったからいいやって思うのかも。まだそう、なんとね、お芋ちゃんね、そうって言って誰もコメント書いてないんですけど、今あの iPad を新しいのを注文予約しまして、今日の朝そう、あの、まあ、日付変わって今日の夜中頃に新製品発表会みたいなのがあって、そうずっと悩んでたんですよ、 iPad 買うかどうかみたいな。でやっぱなんか自分だけじゃ決められなくて、マネージャーさんとかにも、まあ、そのショールームとかあるし絵も描いたりとかしたいしみたいな感じで話してて、まあ、とりあえずちょうど9月だからだいたいさ、いつもこの時期にあの新製品発表会あるし、とりあえずそれを待とうってなってそうとりあえずそれを待とうってなって、そう、まあ出るかは分かんなかったけど、うん、あのまあ、ね、夜中の発表会はそのリアルタイムで確認はしてないんですけど、まあ普通に寝て朝起きてすぐ見て、あ出るじゃんってなって、まあ、一旦ね、あの予約の画面まで行って、まだ最後までは行かなかったんですけど、さすがにもうこの iPad も限界かなと思って、そう、新しいのをゲットすることにしました。うんうん、さよならです。この5年ぐらい付き合った iPad とも。5年ってさ、なかなかじゃない？なんかこれでもしおむちゃんが2年前ぐらいに新しいの買ってたら多分今回買わなかったと思うし、まあ、買うかもしんないけどすっごい悩んだと思うんですよ。でもさすがに5年そのバッテリー交換とか何にもせずに使い続けてきたから、もうさすがにいいだろうと、むしろなんかもういつ電源入んなくなるかもわかんないし、そうなんで潔くね買うことにしました。うん、まあ、iPhone はそもそもなんか新しいの出ても買い替える予定はなかったので特に検討も何もないんですけど、 iPad はねずっと悩んでたし、うん、これを機に、まあ、まだもうちょい先なんですけどね、24日なので、あの突然の出費だったんですけど、まあいいでしょうと。本当はあのアップルペンシルも一緒に買いたかったんですけど、なんか結局出すお金は一緒だとしても一気に払うとなるとすごい勇気がいってまだ買ってない。そう、見に行くかね悩んだんですけど高かったので、しかも絵を描きたいからねできるだけ大きめに描きたかったので、あの普通のやつにしました。何もついてない、何もついてないというか iPad なんとかとかじゃなくて普通の無印のやつ。第9世代のやつです。なんかさ、やっぱ Apple Pencil もなんだろう、第2世代の方がこう いろんな感じでいいんですよ結局は。でもなんだろう、 iPad 普通のやつは
第一世代しか使えなくて、新しいのもだよね多分使えなくて、でもその第二世代を使ったことがない状態でなら別になんかどっちがいいとか知らない状態なの自分が、なんか別にいいかと思ってなんかそういうのより出費のことを考えちゃうタイプなので、まあこれは人それぞれだと思うんですけど、あゆむちゃんはそのタイプなので、うん、トータルで考えてね、そっちを選択することにしました。そう、なんかこのおいもちゃんはこの今使ってる iPad は Air 2なんですけど、なんかいくらしたかも覚えてない、もうその5年も前だから、バッテリー以外で不具合はないんでしょうって、これもうバッテリーで不具合が一番でも大きくないなんかどっかそのタッチできないとか別にいいけど、おいもちゃん的には普通に使う分だったら、でもバッテリーが一番困る、なんだかんだで。でもなんかその iPad を買うって決めたのはそのペンシル系を使いたいっていうのが大きかった。うん、なんかいつもイラストをその月初めに描いたりするのを紙に描いてスキャンして、結局紙捨ててたんですよずっとずっと捨ててたので、なんかもったいないなと思って、紙ももったいないし、残っていった方がちゃんといいなと思ったし、もうそれで描きたいなと思って、観察日記はね紙でずっと描き始めてきてたから残してるんですけど、うん、なんでこれ今のやつ使えないんですよ。そのなんだろう、ゴムみたいなやつのさタッチペンみたいになるやつなんですか、あの先が太いやつ、なんかああいうのなら使えるけど、なんかそういう用のペンみたいな、なんかなんて名前か分かんないんですけど、そういうの使えなくて、そうこれも結構大きいかな、買うの決めたの、うん、でもなんか特にこういう機能が欲しかったのにとかはないですね、そもそもがもう古すぎて今のやつがそうもう新しいのが出るか出ないかだった。なんかもっとこういうのしたいみたいなだったらもっといいやつの方がいいかもしれないけど、多分本当に十分だと思う。容量もね、おいもちゃんこれ32ギガなんですよ今でも5年間使ってきて32ギガで困ったこと一回もないのよ。そう一回もだからね、一番少ないのです。でも一番少ないのは64だから10年ぐらい使えるんじゃないもう本当になんか足りないってなったことが一回もない、使ってきて。そうそれでも多分20ギガぐらい余ってるってぐらいだから、そうできるだけ抑えました、費用は。楽しみ。写真とかもさ、そう結局スマホだし、その振り V 覚えるとかなってもスマホの方が結局使い勝手よくて、 iPad ですることほぼなくて、そうだから本当にショールームとまあちょっとゲームするぐらいなので、今から楽しみですね。怯えなくていい、その電源がいつ落ちるかって
256GB 欲しい。もう絶対使い切らん、そんなお芋ちゃんはね、本当に使い切らん。そう、あり余る、スマホでもあり余ってるのに。この話前もしたことあるんですけど、なんか16ギガぐらいだった時代あったじゃないですか、 iPhone が。そう、あの本当に結構前の時にもう HKT 入って、そのフリー V とかも増えるし、自撮りとかも増えるから、容量がもっと多いやつにしたいなと思って買い替えるってなったんですよ、あの iPhone をね。でその時にデータを移さなきゃいけないんだけど、なんかその容量が多いと直接では移せませんってなって、その iPhone 同士ではそう移せませんみたいな感じになって、iCloud にこう接続するかどうするかみたいな話になった時に、そのショップでね、なった時に、あ、全然容量ないので、あのiPhone 同士でデータ移せますって言われて、その16ギガなのに全然使ってなくて、16ギガもってぐらい本当にデータ全然使わなくて、昔から。女の子なのに珍しいですねみたいなこと言われて、やっぱ女の子ってさ、写真とか多いし、アプリとかもね、多分あの男の人、ゲームいっぱい入れるよって人は別かもしれないけど、結構いろんな写真のアプリとか入れたりするので、結構やっぱいっぱい容量使う子多いらしくて少なくて全然そう、恥ずかしかった。そうなんですねってなった。なんかあんま気にしたことなくて、その足りないってならなかったから、あんまり。で、まあ今後のこと考えて写そうかって。で別に全然写真撮らなかったわけでもないし、アプリも全く入れてなかったわけではないんですけど、全然全然大丈夫でした、すいませんって、こちらこそすいませんってなった。でね、その Wi-Fi モデルにしましたね、あのデータありを持ってるんで携帯から飛ばせばいいかと思って、その外に出るって出て、そんなんで持ち運ぶってなっても、そうだってさ、先月、まあ先月全然家出てないっていうのもあるんですけど、何十ギガもある中で使ったギガがね、結局2ギガとかだったんですよね。まあ、家に Wi-Fi があるとね、やっぱそんなもんなんだって感じなんですけど、びっくりした、そんなことある、気づいたの、あの月末の本当に明日で終わり、今月ぐらいの時に気づいた。極端なんですよね。 1.89GB でした、8月は使ったギガ数で、今月は 3.38GB 使ってますね。もったいなくね。でも使う月は使うからね、それでも15とかなんですけどそうだから、まあ Wi-Fi モデルで十分ですって感じ。なんか動画も別に外で見ないわけじゃないんですけど、多分なんだろう、ライブ配信とか見ないからかな、多分。なんかショールームとかもね、なんか意外と使わないんですよね。そのなんか何時間もしたらそりゃデータ使うんですけど、1時間するぐらいだったら全然。意外とね、でも意外と使うのは、あのインスタのストーリー再生するのは意外と使う。そう、まああまりインスタも見ないんですけど、なんかあのなんだっけ、喉鳴った。あの1週間ぐらいの
こうなんだろう、一日にどれぐらい見たみたいな、そのインスタを見たみたいなの見られるんですけど、アプリで、そのインスタのアプリでね。だからおむちゃん先週ぐらいの平均7分だった。なんか一日に約7分しかインスタ見てなかった。見てない日は2分とかで、多い日で十何分とか、そんなにって感じだよね。そんなに見てないんだ私。意外と開いてる気がするけど、でも長時間は見てないから、そう、うん、ツイッターは見るけど、なんかインスタって順番に出てこないんですよ、あの投稿が。なんでか分かんないけど、現代子じゃなさすぎて。からなんかあんまりそのみんなの投稿の方をずっと見てることなくて、あのストーリーはたまにこうなんかたまたまなんかなんとなくペットをしてみたりはするんですけど、そうだからなんかずっと見るってことあんまりないかな。多分その7分はあのコンビニの新商品見てる7分だと思う。そう、やっぱなんか火曜日になったら、ね、いっぱい出るので毎回チェックしてる。インスタって意外となんか時間にすると見てない、うん、投稿するになってももう1分ぐらいでできるから、そう、最近はねやっぱりその秋っぽい新商品がたくさん出てるので、なんかさバターのさアイスあるじゃないですか、今みんなすごい美味しいって言うし、なんかおいもちゃん的にはなんかバターを丸かじりって感じのことをこうなんか想像したら、ここら辺がなんか塩分ってなるんですよ、なんかって なっちゃって、いやなんかそう美味しいのかなって思って、なんかバター風味とかさ、なんかこう風味でさバターがファーってくるやつとか美味しいし、なんだろう、ドーナツとかさケーキとかクッキーとか美味しいなって思うけど、そのバターを丸かじりできるわみたいなタイプの人いるじゃないですか、たまに。そうだから、なんかでもそういうタイプじゃないからどうなんだろうなと思って、でも丸かじりとか言ってなんだかんだ言ってもなんか、まあ、ベースはバニラアイスみたいな感じでバター風味強めみたいな感じなんだろうなと思って食べたんですよ今日。気になってて、まあ、気になってはなんか惹かれてるっていうよりもなんかその怖いもの見たさでちょっと買ってみたみたいな。そうで食べたらおゆちゃん的にはめっちゃバターでもう一口目でまずいとかじゃないけど、おいもちゃんやっぱバター丸かじりできればタイプじゃなかったわってなった。しっかり完食したんですよ、したんですけど、もう美味しいって美味しいんですけど、なんか想像しちゃってたからずっと丸かじりのって感じを、なんかそれよりは全然なかったんですけど、そうびっくりした。なんかなんだかんだでバニラアイスみたいな感じなんでしょうって思ったら結構バターだった、おいもちゃん的にはね。そうびっくりした、濃くて、そうびっくりした。なんか勝手に想像をねじ曲げてたけど結構最初に想像しちゃってたやつだった。そうバター風味とかパンとかのバターな感じとかは全然本当に好きだし美味しいんですけど、丸かじりできればタイプじゃないっていうのを改めて実感しました。好きな人は超好きだと思う、うん、そうすごかった、超バターだった。本当にバター好きな人はモノタリングとかあるかもしれんけど、おいもちゃん的にはもう超バターだった。すごいカロリー高そうって書いてる、それ140キロカロリーでした、見たチェック。
どんなもんなんだろうと思って、そのバター丸かじり系アイスって。そうでもですね、カロリー的には。なんか意外とコテコテはしてなかった、そのなんかバニラアイスみたいな感じのコテコテはなかったけど、割と思ってたよりはなんかさっぱりだったかな。あのあれもそうだった、まるで濃密芋、もう上の方さっぱりしてたからコテコテではなかった、思ってたよりは。あとあれも買わなきゃ、ハーゲンダッツの毎年出てるやつ、ま、全く同じかは分かんないけど、あのきなこ餅的なやつ、あとねやわもちかなんかの大学芋味も食べたいな。うん、ネイルみたいだって、全然わかんないよ見せ方、わかんない。なんか先の方に向けて色濃くっていうかピンク入れてるんですけど、でも実際に見らんとね、あんま伝わらんと思う。グラデーションにしました、なんかしてみたくて。今までした、なんか自分で塗るってなると単色でしか塗ったことなくて、ほぼだからやってみたくて、やったらなんか透け感のあるネイルしたでやった方がいいって書いてあって、シアーなタイプのね。でも全然持ってなくて、シアーなタイプ、とりあえずなんか塗ったら地爪がちょっと綺麗に見えますよみたいな感じのやつを使ったら、思ったよりナチュラルでそう、思ったよりナチュラルであんま分かんなかったけど、まあこれぐらいがさ洋服とか邪魔しないからいいかなと思って、一周回ってね塗りました。でもなんか注射あるし、すぐ取るかもしれん、分からんけど。なんか病院行く時とかって絶対爪取んなきゃいけないイメージ、勝手に。そう、なんかあった時に爪の色とかってやっぱ結構大事かなと思うし、すごい真っ青になっちゃったりとか、健康状態とか見えるかなと思っちゃって、病院イコール爪は取らなきゃみたいなイメージが勝手にあるので、取っちゃうかもしんないけど、うん、本当にこれは私の勝手なイメージ、まっさらな状態で行かなきゃなみたいなそう、わかんない、でも一瞬だろうし、その時の気分次第かな。蚊に刺されたところは治ったって、なんかちょっとかさぶたみたいになってる、ほぼないけど、ここに刺されたのよ、ここで、ここ、こんなところを刺されてびっくりした、私あ、蚊がってなったらもう止まってるから、もう刺されてるんですよ。そう、なんでも手遅れ。でもね、こういうとこ薄いとこだから、薄いし硬いとこだから全然痒くなかった。やっぱ腕とかこう柔らかいところの方が痒いじゃないですか。なんかさ、よくさ、こう刺さ、こう止まったら力入れてどうのこうのってあるじゃないですか。ここってさ、なんか力入れるのも何もないからさ、もうなんかされるがままだった。なんかなんか気づいたら消えてたし、気づいた、なんかあんま痒くなかった。ちょっと痒くてってぐらい、うん、なんかおいもちゃんは、まあ、遠い昔に 1,2 年ぐらい前に刺されたのが最後だからあんまり覚えてないけど、まぶたとか刺されるタイプ、刺されるときはそうだから、ここでまだ良かったって感じで、やっぱ顔なんだって思った、うん、まあ、指とか刺される、あとなんか
中途半端なとこで、中途半端に痒いところ、なんか刺されてすぐはなんか痒いし気になるけど、気づいたらやっぱ痒くない。でも多分たまたまそのなんか緑多めなところにいたので刺されただけだと思う。多分大丈夫かな。もうなんか1、2年刺されてないってすごい、おもちゃん的に。やっぱすぐ後残っちゃうんだ、うむちゃん。できるだけ描かないようにしたい。ちょっと描いちゃった、だからもう無意識に描いちゃったから遅かった。腕は気づいたら描いてて、えってなってみたら刺されてた。しかもね、どっちも確か雨っぽい日で、あの一昨日もそうだし、あのその前のお仕事の時もなんか雨上がりっぽい感じの時だったから、多分もう蚊がもう大喜びで飛んでる時だったと思うでも今年に入って2回部屋おうちねに蚊が入ってきちゃって、一緒に何日か過ごしたことある。1回目はちょうど窓を開けてるタイミングにファンってきたから、もうなんか急いでなんかこうやって外に出して、2回目は結局なんか一緒に外出る時に出て行ったのか、どっかで力つけてるのか分かんないけど、なんかいなくなった。オスだったっぽくて刺されなかったですね、結局。どっちも 2,3 日ぐらいは一緒に過ごしたと思うんですけど、そう、寝てる時ブーンって鳴らんって、なんかねずっとどっかに止まってるタイプだった。でそこに私が触れちゃったらなんか動き出すけどみたいな、そうあんまりこう動き回るかじゃなかった。そうふとした時に動いて、そこらなんか視界のそこら辺でね、でも追い出したいからさ必死に目で追うんだけどさ、なんかついてないテレビの前とか通られたらさ、もうなんかどこに飛んでいったか分かんなくなっちゃって、その後一回黒いところ行かれたらね、でそれでなかなかね追い出せなかったんですけど、まあ刺されてないし、そんなねずっと寝てる間耳元飛ばれてたわけでもないから、まあなんか出てってよいつかみたいな、うん、感じだった。まあ刺したとしてももう思いっきり一回で刺して、たまにさ血吸いすぎて全然飛べなくなってる蚊いるじゃないですか。なんかもうそんな感じでよろしくって感じだった。刺すんだったらもう中途半端にちょっとずつちょっとずつ吸ってさいろんな場所痒くなるの嫌だったから、そうもう一気に吸ってお腹いっぱいになってくれって思ってたっていう、おいもちゃんと蚊との共同生活のお話でした。くだらん。あ、もう30分過ぎてるじゃん。この後はちょっとやることがあるので、テキパキ済ませてお風呂入って寝たいと思います。やっぱちゃんと元気な状態でね注射打ちたいので、打つなら頑張ります。まだ明日ではないんですけど、みたいな感じで、まあね、そのなんだろう、どうなるか分かんないから、どう反応出るか分かんないので、まあできるうちに、変に時間が空かないうちに配信しとこうと思って、あとまあ iPad の報告もしつつやっぱね買うからには配信も頑張んなきゃいけないので、もったいないしね、ってな感じでした。なんか鼻が急に痒くなってきた、なんか表面。本当に本当に病は気からタイプなので、私は絶対大丈夫、もう何ともないからみたいな強気な気持ちでいきたいと思います。そう、まあ打つ打たないはねみんなの
それぞれの個人の判断でって感じなんで、おやもちゃんがこう言ってるから打つ打たないとかじゃないのでね、もし打つ予定だよって方は心を強くしていきましょうってな感じです。それではランキング読みます。13位はるさん、ありがとうございます。12位江戸健一さん、ありがとうございます。11位富美さん、ありがとうございます。10位りゅうさん、ありがとうございます。9位博多の細麺さんなのかな、ありがとうございます。8位ともあきさん、ありがとうございます。7位ラブみっくりんさん、ありがとうございます。6位しのべさん、いもだち、ありがとうございます。5位海坊主さん、初めての iPad 予約しましたって、一緒だ、色最終的に色めっちゃ悩んだ、無駄に結局ケースつける予定なのに、今のやつ一回も使ったことないんですよ。でも次こそ買うぞと思って、どうせほぼ隠れるのに無駄に悩みました、ありがとうございます。4位変わってないよね順位。4位スージェーさん、ありがとうございます。3位ひーちゃん、 iPad 遠い目から背中を押され予約画面をしたのねって、そうなんかね、朝のメールでなんか iPad 出たけど、まあ、悩んでたからこの発売しますよでの発表になんか背中を押されてるから、 iPad どうしよう、買うか買わないかでもまだ悩むなみたいなメールを送って、割とすぐコロッともう予約するモードに入って結構勢いで買いましたね。そういうタイプです、ありがとうございます。2位花丸くん、ありがとうございます。1位のりあちさん、友達、ありがとうございます。やっぱね、欲しい時が買い時だと思うのでなんだか何でも欲しい時が買い時だし、やっぱ勢いがね大事な時もあるから、そう基本的にこう悩んでのタイプだけど、まあきっかけさえあれば勢いに身を任せられるタイプですね。まあ、今回は、まあ、ずっと悩んでてもう iPad バッテリーやばいし、絵も描きたいし、でもなんか一番さお手頃価格の iPad は品切れ状態だし、どうするかみたいな感じでだったので、今回ね新しいのが出てもうなんか買うでしょみたいなそうなんかやっぱプライベートで使うだけだったらまあもっと悩んでたと思うんですけど、まあ、結局はやっぱショールームとか SNS のために使うって感じなので、思い切りも大事だなと思って、今回も一括で買いました。今回はそう結局払うお金は一緒だと思って、あとママにも、あんたもうちょっとなんかちゃんと使いなって経費として使いなってなったのでやっぱ普段割とケチケチしちゃうのでね、何でもってなって、分かったってなったそうまあね、今回は、またねきっと余裕で5年は使うと思うので、また5年後とかに出たら買うか買わないかぐらいですかねそう、無駄に物持ちがいい、多分ね、これより高いやつだったら一括で買えてなかったと思う。もうビビりすぎて、もうそんな人気に出せないってなって買えなかったと思うんですけど、まあ抑えてなので、今回は思い切ってですね、長い目で見たら安い買い物よって、5年使うってなったらね、だってこれだって十分もう使い尽くしたからね、ありがとうって言ってるよ多分。だからもうあと1週間ぐらいなんですけど、この iPad も残り1週間でたくさん使ってあげたいなと思います。それでは今日はこれで終わります。結局40分配信しました。それでは See you again、 また来て again、 おやすみなさい、ピース、またねー。なんか急にカクカクしだした。バイバーイ。